福井県のエリさん。私は2014年の1月から旦那の転勤でアメリカに、5年ほど引っ越しました。テレビの中井くんやスマップの活動が見れないこと、見れなくなること、コンサートに行ってめっちゃ楽しむことができなくなってしまうのがすごく残念です。5年後帰ってきてスマップに会えますように、中井さんお願いします。5年後どうなってますか？5年後だと、さすがに結婚してんじゃない？ 46?47? してると思うわ。断言してみる？断言しよっか。あと5年。5年はしてるでしょ。してない。してないから俺。でも多分俺が行かないと、下も行かないよね。うん。あいつらどうすんだろうね。スマップの、会議長だもん。いや、俺が年齢が上だから、もうおじさん大丈夫みたいなこと言うと、もう、1個か2個しか変わんねえから、おめえだって十分、クソじじいじゃねえかと思ったりするんだけど、あいつのことどうすんだろうね。でも無理だろうな。うん。で、1個しか狙い君でしょ？ 2 個しか臭いくて、4つしかカトリー君だから。4647してるだろう。4647してなくてさ、20歳になった時にもう66だぜ、子供。でさ、46、47ですぐ子供ができるとは限らないからね。うん。30になった時に76。あ、それきついな。30になったぐらいからちょうど遊べんのよ。俺もそうだったんだけど、あの20代じゃ無理。親どころじゃないもん。5年をしてるだろう。してねえ。俺誰としてんだろう。どうなんだろうね。どうなんだろうね。本当に。